どうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。You Will Die Here Tonight の続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、ヘリコプターで、脱出しようとしたんですけども、激突して死んだ感じですね。なので、あの館は、まあ、そういう研究の対象場所というか、っていうことですね。シャープ1のサムネに、あの館がなんか瓶の中というか、なんかこう鳥かごの中みたいなのに入っている絵があったんですけども、そういうことですね。あそこは研究の対象場所で、脱出はできないと。もう壁で囲われてましたからね。で、それがわからない、それに気づいてないアリエスメンバーたちが、館に行って死んで、また館に行ってっていうのを繰り返しているっていう感じみたいですね。で、ちょっと調べてみたんですけども、別のルートがあるみたいで、それをやるには、まずスペシャリスト、このマイクさん、このハッカーですね。この方の力がまず必要だと。この方で、地下のパソコンを調べる。あの指令を出しているパソコンを調べる。あとは、キャプテン。キャプテンで、キャプテンもあの地下にあるチェスボードをキャプテンを操作して調べる。それをやって、ヘリコプターで激突して死ねば、なんか他のルートに行けるらしいんですよね。だから他のメンバーはまあ使わなくていいんですけども、アップグレードとかは、何でしたっけ名前。この射撃場にいる人。で、ハーブの調合は、このアシュリー。まあ、これはやらなくていいみたいですけど、せっかくなんでやりたいんで、この、キャサリンとこの人は使わなくていいのかな？これ新しい。スペシャリストを送る。これ死ぬとこう、どうすればいいか一応教えてくれてるのかな？で、このスペシャリストの力は、物語の終盤でパソコンを調べるっていうことみたいなんで、まず任務に出ましょう。だから、キャサリンでうまくいってしまったんで、一周目で。キャサリンしか使わなかったんですけども、他のキャラも使わないと、ベストエンディングに行けない。っていうことですね。で、まずそうですね。で、キャラの変更が、この2周目からは、まあ、死んだ時に変えられる、ですかね。で、あとは、Kコイン。謎のKコイン。あれで、死なずにキャラの変更もできるんですかね。なので、まず、この人かな？エリック。エリックを使って、アップグレードして、1周目の場合はその K コイン。K コインがどれなんだろう。
これだ。そう、これが2周目からじゃないと使えないのか。1周目であったのかな。だから1周目でそのベストイニング行く場合は、どっかでわざと死なないといけないのかな。で、他のキャラクターに変えてってやらないといけないんですかね。で、これをやると、K コインを使って他のキャラに変更できるみたいなんですけど、K コインまだ持ってないんで。うん。作業台。エリックでアップグレードのパーツを取って、で、武器をアップグレードしたら、まあ、エリックに死んでもらうか、Kコインでキャラクターを変えて、で、武器とかは、うん、持ってるんで、こうですかね。で、あとは、うん、ロックピックを持ってるし、アーカイブも、うん、全部引き継いでますね。うん。で、マップも埋まってるし。でも、ストーリーは1からなんで、まずは、ジェネレーターですね。足遅っ。キャラクターによってやっぱ性能がちょっと違うのかな。うん。フォーバックも残ってる。よし、じゃあ、基本的にはずっと同じだと思うんで、同じところはカットして、ですかね。これでまず、ピストル用ですね。よし、じゃあ早速、アップグレードしよう。足が遅いな。あ、電気来てないから、できるかな？ピストルをよりピストルらしくするために。お。BR バニス。ティーバックにあれを入れた？今夜死にたいのは誰だ？これ、後でちゃんと訳そう。これでどうなったんだろう。あ、これだ。発射速度、攻撃力、精度、リロード速度が上昇。おお。じゃあ下に。で、あと、アルケミーラボにも、ありましたよね、確か。マグナムだったかな。ショットガンのアップグレードがあれだ、棺、子供の方の。
待って、この人大丈夫かな？足遅いけど。これは。あ、番号とか入れなくていいんだ。右。問題はこの最短お、これこれこれ、あぶね、うわあ、キャサリンとかだと余裕だったんですけどね。強化したピストル。お、一発だ。なんか近くから聞こえるな。ここはもうさっきやったから、これだ。マグナム スピードローダーを追加できるのかな。そして、K コイン。これがあれば、死なずにキャラを変更できるのかな？なんか今。よし、じゃあ戻って、まあ、マグナはまず使わないですけど、アップグレードですね。ロックアンドロード。これだ。うん、パワー、精度、リロード速度が上昇、向上。あの、絞るスピード速くなってるのかな？だとしたらだいぶ助かる。
で、発電機ですね。発電機直して、ここはないですよね、特に。コンピューターは怖い。あ、ここでもうヒント出てますね。マイクは、あなたの頭脳をハックすることができると言った。でも私には脳みそが必要なんだ。まあ、エリックにはできない。新ミッションは脱出。はい。ガーデン。うん。で、マスターに注意。ワインしか打てない。イエスってことかな。ネズミは？なんかブロンドの髪が苦手って言ってましたけどね。あ、大丈夫なんだ。やっぱりキャサリンだけなんだ、噛まれるの。あ、ここでもヒント出てますね。うん。キャプテンが説明していると。よし、じゃあ、ショットガンのアップグレードはブローチをまず取らないといけないですね。花と子供で蜂蝶で死でハートで川で湖。よし、これで棺桶に行って。どうしよう。じゃあエリック、とりあえず役目は終わるんだけど。キャサリンよりも、なんか掴まれた時に押し返す力、やっぱ男性だから強いのかな。すぐ跳ね返せますね。かわいい。あ、もうここも空いてる。
よし。ダブルバレルショットガン。ノコギリ付きバージョン。または、ライフルド。とりあえず戻ろう。あ、ソードオフって今出てましたね。ソードオフかまたはライフルショットガン。なるほど。威力は高いけど射程が短くなる方を選ぶか、それか集団率が高くなって距離が伸びるライフルタイプを選ぶか。うん、どっちがいい？いや、でもソードオフかな、威力。個人的には見た目的には長い方が好きなんだけど。うん。ソードオフショットガン。おお。うん、近距離でのダメージとショットの広がりが増加。これで、じゃあ変えよっか。死んで変えてもいいんだけど、ちょっと死ぬのも嫌なんで、軽コインを使って、はい。で、じゃあ次は、まあ、これも、ルート分岐と関係ないみたいだけど、まずコインを入れる。次はじゃあ、アシュリーかな。アシュリーで、ハーブの調合してみたいですね。あ、動き早っ。その分あれなのかな、押し返す力とか弱いのかな。あ、でも回復4つ持てる。なるほど。ちゃんとアップグレードされてますね。ん？ああ。ブルーマッシュルームは取ったから三鎮層？あと二つだ。じゃあまた戻って。動き早っ。あ、待って。あ、ダメ。そうだ、やっぱ押し返すのにちょっと時間がかかる。なるほど。
で、レッドプラント、これで2つ目ですね。強い。よし、これでもう一個。取れるけど。ちょっとやっぱ、アシュリーで進めるの怖いな。バスルーム。よし、これで、うん、じゃあ帰ろっか。で、軽コイン1個あるから、あ、ここでもうあのマイクに変えてもいいのかもしれないけど、で、これで？チームのために救急箱。おー、いっぱいあるぞ。じゃあどうしよう、キャラクター変えよう。で、まだ K コイン
取れるはずだから、どっかで。せっかくだから、そのストーリーと関係ない、名前なんだっけ、この軍曹、この人使ってみますか。で、物語終盤になったらマイクに変える、マイクとキャプテン。アビエルだ、巡査部長。大丈夫かな、年を取りすぎているって自分で言ってたけど、実は弱かったりする。あ、待って、おっそ、ちょっと待って、遅いぞ。大丈夫か。仕方ないか。この人で、じゃあ、いや、この人で進めるの大変だ、失敗したかもしれない。この人でとりあえず終盤まで行くしかないな。